です。まずは聞いてください。アスファルトタイヤを切りつけながら暗闇走り抜ける。自分がするに身を任せても、明日に怯えていたよ。 It's your pain, what my pain, what somebody's pain。 誰かのために生きられるなら、 It's your dream, what my dream, what somebody's dream。 何も怖くはない。Wild and dark、 一人では解けない愛のパズルを抱いて、 The wild and dark、 この街で優しさに甘えていたくはない。 The chance and luck、 君だけが守れるものがどこかにあるさ。 The chance and luck、 一人でも傷ついた夢を取り戻すよ。新しい始まりが今ドアの向こうまで近づいてきてる。じっとしてられない。今夜はこのままじゃ眠りにつけそうもない。君とささやかな夢を抱えて、昔君とただ街を見下ろした。あの丘に行きたい、あの頃の気持ちをふと思い出したくなったのさ。 Night of the night、 切り開きたい目の前の暗闇を。 Dream on、 終わりのない夢、終わりのない情熱、これからもずっと走り続けるさ。どんな過去さえも君と乗り越えてきた。きっと二人なら何も怖くはない。 We are going to、 We are going to step into the night。TM ネットワークさんの曲です。2曲目はもう TMN に名前を変えてからの曲かなと思うんですけど、あと、まあ、1曲目は、まあ、かなり有名な曲で、ね、あのシティハンターのエンディングに使われてた曲なんですが、2曲目は特にあのなんかそういうタイアップはなかったのかな。ただあの大好きだった TM ネットワークさん、 TMN さんが最後のシングルとしてリリースした曲でした。あの思い出深い大好きな曲なんで歌わせてもらいました。すごく宇都宮隆さん大好きで、あの師匠も、あの師匠というのはですね、あの小室哲哉さんのことです。自分がですね DA ミュージックが大好きで、あの朝倉大輔さんの曲です。スマホの中に入っている曲の8割9割が朝倉大輔さんの楽曲ですね。アクセスだったりアイスマンだったりザ・シーカーが多いのかな。あとは西川貴教さんとかフェイレイさんとか木村由紀さんとかですね、まあ、もし興味のある方は聞いてみてください。あのですねいいんですよ、特にアクセスの曲とかで、アップテンポの曲じゃないのに疾走感がある、とてもドライブミュージックにすごくいい感じの曲なんです。それでですね、全然朝倉大輔さんの話になってしまったんですけども、そう、TMN さんは当然大好きで、まあ、世代ですよね。本当にとても今はもう活動してないですけれども、すごく大好きで僕で繰り返し聞いてます。でですね、今回ですねちょっとトーク多めになってます、なってますというかなります。お知らせがあってですね、ちょっとトークが多めになってます。というのもですね、こういうこともあるんですね。はい、ちょっと自己紹介をちょっとスルーしながらなんですが、お知らせがあります。というのもですね、今回この
まあ、まあ、大したお知らせじゃないですよ。大したお知らせじゃないっつっちゃいけないのかな。自分がですね、まあ、なんでこんなこと始めたのかなっていうところのきっかけにもなるんですけれども、その、自分がですね、その、ブログもやってなければ、ツイッターとかそういう SNS 系もやってないし、なんか突然にこんな動画配信とか始めてしまったのがですね、まあ、友人がきっかけなんですよ。学生時代からの友人がいまして、未だに付き合いがあるんですけど、その友人が、まあ、バイク乗りなんですけど、この20年ぶりにバイクをまた買って乗り始めると。で、リターンライダーということで元ブログを始めるんだ。へえ、そうなんだって話になってですね。で、動画の配信もしようと思って、何それ、すごいね、話になってですね。まあ、このそんな友人の話を聞いてですね、まあ、俺もやってみるのもありかなってちょっと思ったのがきっかけなんですね。で、その友人の元ブログ、そのバイクの動画配信だったんですね。あ、なんか面白そうだな、だったらぜひぜひ手伝わせという話になったんですね。友人のバイクの動画にナレーション参加をぜひぜひさせてくれっていう話になってですね、まあ、どういう形に今後なっていくのかわからないんですけども、とりあえず第1弾ができてですね、先週末配信したようなので、もしよかったらそっちも見てみてください。私のナレーションがそんなに多くないんですけども、今回はまあ最初っていうことで、とりあえず友人から、まあ、こんな風なナレーションよろしくっていうのが来て、でこんな感じで直してやろっか、で、まあ、じゃあ撮って送るねっていう話で送って、その通りにこの当てはめてもらって、っていう形なので、本当にあんま長いナレーションじゃないんですけども、もしよかったら見てください。概要の方にリンクを貼れればいいんですけれども、もしできなかった時のために、友人の動画がですね、エテルノライダーという、なんかイタリア語でエテルノっていうのは永遠とかそんな意味らしいですね。エテルノライダーっていう名前のチャンネルで解説してるそうなので、そっちの方を見てもらえると、今後もちょろちょろといろいろどんな形でかはわからないですけども、参加させてもらうと思うので、ね、もしよかったらそっちも見てあげてください。はい、僕の私の声が聞けると思います。では、そんなこんなで、なんかいい時代になりましたね。このなんかグダグダで終わってしまいそうな感じなんですけども、じゃあ、もうちょっとだけ今回すごい思ったのが、友人とほらやり取りでこのね、簡単にこの動画を配信ができる時代になったなと思って、思い出したのがですね、マトリックスって映画が昔あったんですけども、それのこの派生作品でアニマトリックスっていう作品があったんですよ。アニメでそのオムニバス形式でちょっとこのマトリックスの世界観でやるっていう、それの吹き替え版に以前参加したんですけども、その作品の後にこの別作品で打ち上げがあって、そのアニマトリックスのミキシングをした人とちょっと隣で飲めたんですね。その時に、あれ鈴木さん、アニマトリックス出てたんだって話を、ああそうなんですよって話をして、あれ大変だったんだよ、何がですかっていう話になってですね、このどうも聞いた話によるとですね、作品がちょっと特殊で、普通は日本で吹き替えの収録をして編集をしてカンパケ完全なパッケージにして、それを本国に送るっていうのが通常なんですけども、そうじゃなくてアニマトリックスに関してはこっちで撮ったのを編集するのは本国だったらしくてですね、こっちで収録した音声をアメリカの方に送ったそうです。なのでミキサーの方からも、あれね大変でねって、だから鈴木さんのね音声ねってネット経由でね向こうに送って、それで向こうで編集されたんだよね、大変だったんだよなんて話をされてですね、マジかよ、
危険なこともあるもんです。はい、気をつけては運転してるんですけどね。はい、で話を戻すとですねこれ流せるのか、まあいいや、大丈夫です、事故ってないですから。で、さあちょっと一瞬頭が飛びました。こう、そうなんです。というふうに昔このちょっと特殊な録音をして送って編集してっていう作業だったものが、最近はもう個人個人で当たり前になったんだなぁなんて思って感慨深く思っています。さあ、なんかちょっとトラブルが続いたんですけども、まあこんなのもちょっといいのかなと試しに後で見てみて感想を聞かせてください。ではまた聞いてくださいちょっと今回はドキドキしました。